ブレナンのモノレールジャイロモノレール、ジャイロ式、モノレール、ジャイロ安定式モノレールはジャイロスコープを安定のために利用して一本のレール上を走行するモノレールである。ジャイロ式モノレールは20世紀初頭に巨雷技術者のルイス・ブレナンやオーガスト・シャール、ピョートル・シラフスキーによって実物大の試作者が作られた。1962年にアメリカ合衆国で エルネストカイ・スウィニー、ハリー・フェレーラとルイス・イー・スウィニーによって派生型が作られたが試作段階を超えた開発はなかった。シラフスキーによるモノレールの原理的な優位性は当時の通常の鉄道車両の限界速度の要因であったヘビ行動が抑制されることである。同様に航空機のように曲線通過時に車体を傾斜させるので 近代的な一般の TGV のような高速鉄道の曲線半径が 7km であるのに対してより小さい曲線半径を通過できる。車体全体が傾斜するので車上では遠心力により外側へ押し付けられることがない。遠直方向には変化する。主な欠点は倒れないようにするために機関車だけでなく客車や貨車を含むすべての車両に常に回転する。 ジャイロスコープの装備が必要であることである。重心移動やリアクションホイールの使用やジャイロスコープの自律安定性のようなバランスを維持するとの手段とは異なり動的安定性を付与することのみに制御装置が機能する。ハームズワース、ポピュラーサイエンス、ルイス・ブレナンと彼の発明品この画像はブレナンが開発した22トンの試作車である。ブレナンは 彼の最初の特許を1903年に取得した。彼が最初に実演したモノレールは2フィート6イン12インチュハコ型のバランス装置だった。しかしながらこれは軍評議会の目に留まり、実物大の車両の開発費として1万ポンドの予算を求める十分な根拠になった。財務省によって予算の拠出は認められなかったが、陸軍はブレナンの仕事のために、 様々なところから予算2000ポンドを捻出した。この予算でブレナンは全長6フィート、幅1フィート6インで2個の直径5インチジャイロスコープの回転によってバランスを維持する大型の模型を作った。この模型はイギリス国立鉄道博物館に現存するが故障している。ケント州ギリングハムのブレナンの自宅に軌道が付設された。それは ガス管が枕木状に付設されたもので50フィート長のワイヤロープの橋や曲線や最大5つの坂があった。ブレナンの縮小された鉄道は戦争省の最初の熱意に報いた。しかしながら1906年の選挙による自由党政権では財政縮小政策により実質的に陸軍からの資金は途絶えた。しかし1907年、 インド局は6000ポンドの資金を北西偏境州のモノレール開発に拠出を決め、さらに1908年、カシミールのダルバールによって、さらに5000ポンドが拠出された。このお金は1909年1月以降、支払われ、さらにインド局は2000ポンド拠出した。1909年10月15日、鉄道車両は32人の乗客を乗せて、工場の周囲を 初めて自走した。車両は全長40フィートで幅は10フィートで A20HP ガソリンエンジンを備え速度は22マイルパーアワーだった。変速機は電気式でガソリンエンジンで発電機を駆動して両方の台車に備えられた電動機を駆動した。この発電機は同様にジャイロを回転するための電動機と空気圧縮機にも電力を供給した。 安定化装置は初期の模型で利用された摩擦車ではなく空気圧によるサーボを使用した。ジャイロは運転席内に設置され、一般公開の展示前にはブレナンは車両の床下に移設する予定だったがシャールの機械が発表されたので、咳立てられ、最初の一般公開は1909年11月10日に前倒しされた。急いでいたので、モノレールの一般公開前に、 ジャイロの位置を変更する十分な時間はなかった。ブレナンのモノレールの真の公開は1910年にロンドンのホワイトシティで開催された日英博覧会だった。当時、モノレールは50人の乗客を乗せて時速20マイルパーアワーで環状の軌道を走行した。乗客にはウィンストン・チャーチルも含まれており、かなりの熱意を示した。交通手段として有望だったが、 さらなる投資の誘致には失敗した。二台だけが作られ一台はクズ鉄屋に売られ、他方は1930年まで公園の避難所として使用された。単車輪式のジャイロモノレールの玩具がイギリスとドイツで製造された。ブレナンが彼の車両を試験していた当時、ドイツの出版業者で特殊化のオーガスト・シャールは彼がドイツで開発した。 ジャイロモノレールの一般公開を発表した。一般公開は1909年11月10日、水曜日にベルリン動物園で実施された。シャールのモノレール機械も同様に実物大の車両で、ブレナンの車両よりも幾分小さく、全長はわずか17フィートだった。枕木方向に向かい合わせに配置された座席に4人の客を収容できた。ジャイロは座席のに配置され、 ブレナンが一体の水平軸のジャイロを用いたのに、対して垂直軸のジャイロを備えていた。サーボ機構は油圧式で電気推進だった。厳密に言えば、オーガスとシャールは単に資金援助をしたに過ぎない。立ち直りの機構はポール・フラリッシュによる発明で、車両の設計はエミール・フォークックによるものだった。一般公開時には完璧に作動し、 好評だったが車両は大幅な財政支援を集めることに失敗し、シャールは彼の投資を打ち切った。ブレナンとシャールは必要な投資を集めることに失敗したが、1910年以降、ジャイロモノレールの実用化に向けた開発は、ロンドン在住のロシアの貴族である、ピョートル・シラフスキーによって継続された。彼のバランス装置は厳密には、 ブレナンやシャールのものとは著しく異なる権利で、より小型で低速で回転するジャイロを使用していた。1911年に模型のジャイロモノレールが開発された後、彼はジャイロカーを設計してウーズレーによって製作され、1913年、ロンドンの小道で主権された。ブレナンやシャールが一体のジャイロを互いに、 反対方向に回転させていたのに対して一個のジャイロを使用していたので挙動は非対称で左方向の急曲線の通過時には不安定だった。注目を集めたが資金は集まらなかった。1922年、ソビエト政府はレニングラードからチャールスコエセロー間でシラフスキーモノレールの建設を開始したが開始早々予算不足になった。1929年、 74歳のブレナンはジャイロカーを開発した。これはオースティン、モーリス、ローバーのコンソーシアムによって彼らは彼らが製造したすべての従来の車を売ることができるという根拠に基づいて却下された。以降の鉄道技術はより実用的な方面に移行したことやシラフスキー以降に開発を推進するものがおらず、実機も現存しないこと。 電子制御技術の発達により一輪の車両を安定させることも可能であるが、機械的な制御のみでは再現が難しいことから2000年代初頭には試作車両の写真を未来予想図やトリックとする意見もあり、ロストテクノロジーとなりつつあった。車両は一本の通常のレール上を走行するので安定維持装置がなければ転倒する。回転体は回転軸が 回転軸に垂直であるジンバル台枠に取り付けられている。平行状態で回転軸、再三運動軸及び車両ロール軸が互いに垂直になるように車体に取り付けられる。ジンバルを強制的に回転させると回転体が再三運動してロール軸周りのジャイロスコープトルクを生じて、その結果機構は垂直から傾けられた時車両を右に向ける。 回転体は回転軸と回転軸を揃える傾向があり、この動作でロール軸を中心に車両全体を回転させる。コマの復元力はコマの傾斜した方向から回転方向の反対方向に90度戻った方向へ復元力が働くのでこれを利用する。理想的にはジンバルに制御トルクを加える機構は受動的であるべきだが、 問題の本質的な性質は、これが不可能であることを示している。平行位置は車両が直立しているため、この位置からのいかなる外乱も重心の高さを低下させ、システムの位置エネルギーを減少させる。どのようなものでも車両を平行状態に戻すには、この位置エネルギーを回復できなければならず、それゆえ、受動阻止のみで構成することはでない。 システムには何らかの能動的なサーボを備えなければならない。安全のために故障により、サーボが浮動し、ジンバルに最小限の力を加え、状況が深刻になる前に車両を停止させる時間を与えるように設計される。異なる国々では異なる機関が使用されるので異なる。機関の国へ輸送するためには荷物を乗せ替えたり車輪を交換したりする必要があり、 時間と費用がかかった。単線式であれば、このような問題は解消され容易に国際的な輸送ができる。一般的な高速鉄道では 7km の曲線半径を有しており、その結果、ほとんど全ての土地が個人、または企業の所有者である、先進国内での新しい路線の選択肢はほとんどない。ジャイロモノレールは従来の粘着式鉄道と比較して、 急勾配、急曲線に建設できる可能性がある。シラフスキーは著書内でモノレールで実現可能な軌道上の制動装置を提案しているが、従来の鉄道車両の方向安定性を混乱させる可能性がある。これは従来の鋼鉄上の車輪と比較してはるかに短い停止距離の可能性を有し、相応に安全のための車間距離を減らすため、 潜在的に軌道のセミ率ーが高くなり、輸送容量が増加する。シラフスキーは相当する日本のレールの車両よりも軽量化することに主眼を置いて設計した。ブレナンによれば、ジャイロの重量は車両の総重量のの3から5%で1本のレールを使用する設計により、軽量化できる台車の重量に匹敵するとされる。高速走行には、 通常直線が必要で先進国での導入には、用地取得の権利問題がある。小さな曲線半径で方向転換できる車輪には、低速時においても古典的な打行動が生じる。一方で、ジャイロモノレールは一本の軌道上を走行するため、ヘビ行動自体を抑えることができる。最大回転速度、編集ガスタービンの最高収束は秒速400メートルに設計されていて、 運転の信頼性は過去50年間に数千機の航空機で運用実績がある。したがって、ジェットエンジンの設計で使用される収束の半分で回転する場合、重量10トンで重心の高さが2メートルの車両において想定されるジャイロの重量はわずか1 4 0ラムである。したがって、ブレナンの車両質量の3から5%の重量のジャイロの推奨は 非常に保守的である。2006年、鉄道模型制作者で古い模型を復元するプロジェクトを進める井上昭夫は、ジャイロモノレールの模型を再現するため内部でジャイロを回転させる試作車両を制作していたが、単にジャイロを回転させるだけではうまくいかず、工学博士で鉄道模型を趣味とする森博次に相談したところ一度は無理という回答を受けた。しかし、森が、 サイドブレナンの特許などを調査したところ理論上は正しいことが判明したため実際に走行するジャイロモノレールの復元を開始し2009年に自走に成功した森は復元した技術を公開しており相談を持ちかけた井上をはじめ多くの愛好家がアレンジを加えたジャイロモノレールの模型を製作しているが部品の加工精度に影響されやすく時計技術者である 佐藤隆一のような加工技術がなければ、電子制御が必要とされ、森は最終的にマイコン制御を導入している。イギリスでは、ブレナンのジャイロモノレールが発表された後、一本のレール上をコマが疾走する、ジャイロ、サイクルトップやレーマンから一輪の車両が発売された。そして、日本でも地球ゴマのタイガー商会が、単線競馬ゴマを姉妹品として売り出していた。 一般向けの解説書。一章はジャイロとジャイロ効果についての解説となっている。ありがとうございます。